これは今日昼前、伊豆諸島の各地でカメラが捉えた映像。海から空へまっすぐに伸びた竜巻、同時に2本発生しています。気象庁によると、竜巻は伊豆大島の南の海上を移動したといいます。今のところ被害は確認されていません。気象庁は急に辺りが暗くなるなど発達した積乱雲が近づく兆しがある場合には、念のため建物の中や地下に移動し安全を確保するよう呼びかけています。一方、こちらは昼過ぎに横浜市で撮影された映像です。降っているのは雨ではなく雪。撮影の10分前ぐらいに急に真っ暗になりまして、ちょっと驚いたというか。千葉・館山では真っ黒な雲に覆われたかと思うと、埼玉でも、おー、新潟市では突然ひょうやあられが降り出し地面が真っ白に。今日は風も吹き荒れました。東京都心では最大瞬間風速 24.3 メートルを観測。帽子を飛ばされ追いかける人。ちょっと呼吸ができないです今。風で飛ばされそうに立ってるのが大変です。大気の状態が非常に不安定となったのは西日本から東北地方にかけての広い範囲。昨夜、稲光が夜空を照らしたのは島根県松江市です。これは山陰地方の上空およそ5500メートルに氷点下33度以下の真冬並みの寒気が入ったためです。暖冬だった今シーズン久しぶりの積雪。こんな恨み節も。シーズン中にできればこれだけたくさんの降雪を期待したかったんですけれども。おはようございます。おはようございます。新型コロナの影響で続いていた休校が終わった島根県奥出雲町では、雪の中2週間ぶりの登校になりました。明日は全国的に晴れるところが多いですが、夕方頃から北陸から北の日本海側を中心に雨や雪の降るところがあります。